こんにちは。モンテッサ輸入元の有限会社エイトツナインの近藤博でございます。2017年モデル、コタ、300WR ですけど、最大の違いは、エンジン特性にあります。今年からワークスタイプと同様の、ピストンリングが3本リングになりまして、で ECU のセッティングも変えまして、低速がすっごく、滑らかになって非常に乗りやすいバイクになっております。ピストンリングを3本にすることによって圧縮が上がってるように感じるんですけど、逆なんですね。逆に落として低速滑らかさを出してるんで、今までのやつはリングが少なかったんで若干圧縮上げてたんですね。今度はその効率が良くなったんで、逆に足を落として低速を良くして、それをすることによって、まあシリンダーも変わってます。ピストンも変わってリングも変わって、なおかつシリンダーもスカートが長くなってます。でスカートが長くなることによってクランケースも変わってきてます。だからエンジン同じように思われるんですけど、クランケースまで全部違うんです。大きく変化しております。あとはですね、 ECU のセッティングはさらに やはり低速を重視した、すごくこうパワーを抑えた、出力特性になっております。あとこのバイクは、ローマとはちょっと違うのは、まあこういうカーボンパーツとかアルミのステップとか、まあ、あとこうブレーキも若干短くなってますね。それからフロントの、ハブが削り出し軽量化されてますね。であとはブレーキがモノブロックタイプ。スタンダードモデルは、リアサスペンションはオーレの、V16 なんですけど、これは昭和に変わっております。でフロントフォークは、テックのアルミフォークなんで、これ通常のフォークに比べて 1.2 キロほど軽くなってますんで、車載重量としても、約2キロほど軽くなっております。であとまあ軽量化としては、このアンダーガードの底を見てください。この穴の多さ、すごい軽量されてますよね。まあ、細かいところまで結構気を使って、やっております。で今年モデルは新たに遅延によってクランケースが破壊しないように、そういう部品も新たについております。皆さんよくトライアルでパワーパワーっていう方が多いんですけど、トライアルバイクは本当はパワーはあんまりやったらダメなんです。パワーはあると本当にトライアルの難しいセクションに行くとコントロールが非常に難しいです。で、例えばトニー・ボーとか、藤浪選手のマシンは皆さんパワーがあると思っている方がすごく多いんですけど、本当にパワーはないんです。で私が現役の時も300、のフォースオークに乗ってましたけど、あのバイクもパワーは全然ありません。低速はすっごく滑らかです。それに近いバイクがこれなんです。私乗ってみてびっくりしました。今年のモデルはすっごく低速滑らかです。でコントロールしやすくて、これは特筆もんです。ぜひ試乗車これございますから、ぜひ一度経験していただきたいなと思っております。